それじゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあまた今度。あ、水木さん用がですよね。はい。あ、僕の方が先降りるんで、水木さんの責任どうぞ。あ、松尾さんすいません。よし。じゃあまず三茶の方へ行って、あの。あ、その後洋画にお願いします。玉川通りでいいんですかね。え、それで。じゃあ玉川通りで洋画お願いします。あー、結構かかっちゃいましたね。押しちゃいましたね。失礼。大丈夫ですか、喉。はい。最後の方かすれてましたけど。ええ。いや、張り上げちゃうんですよね、つい。いいですね。あ、はい。水木さんは枯れたりするようなことないですか、声。ああ、私はあんまりそういう感じの、あの、あれじゃないんで、めったに。ああ、そうですよね。叫んだりしないですもんね。そうですね。そうでもないんですけどね。え？いや、あの、これから帰って原稿書かないといけないんですよ。大変ですね。じゃあ、お忙しいんですね。はい。水木さんも、あの、今はお忙しいんですか？まあ、そんなにはあれじゃないんですけど、あ、忙しいです。大変ですよね。ええ。忙しいといろいろね、バタバタしちゃいますよね。ええ。買い物とか行けないですしね。水木さんは休みの日とかどうしてるんですか？何してるんだろう。何もしてないですね。ああ、そうなんですか。はい。あ、まあ僕も何もしないですけどね。考えてみると、普通にあの映画見たりゲーセン行ったりするぐらいで。ああ、ゲームセンター。ええ、これいつまでも少年の心を失わないようにしようと。それは冗談なんですけど、水木さんはゲームとかやられます？いいえ、全くやったことないです。ああ、そうですか。じゃあいろいろ大変ですね。はい。いや、ゲーセンとか行ったら。ああ、それと僕すごい肩こり症なんですよ。肩とか凝ったりします？いや、私はあんまり。あ、いいですね、羨ましいな。ええ。ガチガチですよ。人に揉んでもらったりするんですか？あ、たまに。ええ、気持ちよさそうですね。気持ちいいっすよ。ねえ。ええ。あ、全然関係ないですけど、煮沸ってめんどくさそうっすよね。ああ、ねえ。あれ、コンタクトじゃなかったでしたっけ？違います。ああ、そうか。あ、そこの一つ先の交差点を左に曲がってください。はい。あ、また今度お互い時間ができたらゆっくり。そうですね、ぜひゆっくり。左に曲がって二つ目の信号のところで止めてください。はい。この辺りでよろしいでしょうか？はい。じゃあ、あ、私の方でまとめて精算してもらうんで。いいですよ。いや、一応。でも計算がかえって面倒になるんで本当いいです。あ、そうですか、すいません。じゃあここで失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様です。またぜひ。はい。お客さんは、失礼ですけど、歌い手さんかなんかですか？いえ、違います。ああ、そうですか。いや、声がどうのこうのっていうもんだから。ラジオのデスクジョッキーの方とか、そういうのか何かと思ったんですけど。声の仕事というか、声優をしてます。ああ、そうなんだ。
アニメーションか何かの。はい。そうか、声優さんか。でも大変ですね、遅くまで。ええ。今の男の人も声優さん？あ、いえ、あの方は演劇の人なんです。え、演劇？舞台の演出をしたり、自分でも出演したり、あと何か雑誌に文章を書いたり、まあよくわかんないんですけどね。そう、すごいんだね。いや、何なんでしょうね。おお。大人計画っていう劇団みたいのも主催してるんですよ。大人企画？ええ、いやらしい名前だね。本当。なんかアダルトビデオのメーカーみたいな名前ね。どうなんですかね。あ、でもなんか自慢してましたよ。俺はいやらしい写真を撮ってるんだみたいな。それは趣味で？いえ、仕事で。そう。だからそういうのも作ってるんじゃないですか。出してますよきっと。そう。絶対。じゃあぜひ見てみたもんだね。いやらしいですよ。そう。みんなそう言ってますよ、いやらしいって。ああ。あいつはいやらしいって、いやらしい目つきをしてるって。死んだ魚の目をしてるってスタッフも口を揃えて言ってますよ。若い入ったばかりのスタッフも。おお。今日なんかもスタジオで私のことを舐め回すように見るんです。ジロジロと？いや、ジロジロなんてもんじゃないですよ。もうピチャピチャ、目が舌なめずりしてるんです。そうなんだ。思い出しただけでゾッとする。怖いね。どうしたらいいんですかね。気をつけた方がいいかもね。もっといやらしいのが手の甲、見ました？見たよ。あのふさふさした毛、本当にふさふさって音がするんです。運転してても聞こえたよ、ふさふさって。あれ、そうなんだ。すごいでしょ。怖いね。収録中もマイク拾っちゃうから、それで NG になっちゃったりするんです。そう、気をつけた方がいいかもしれないね。 あと平気で入れ歯をスタジオのテーブルに置くし。入れ歯なの？ええ。ってそんな年じゃないでしょ。若い頃シンナスって歯がボロボロになったんですって。それをまた温厚見習いの子に自慢するんです。俺も昔は悪だったみたいに。小倉ではナウテのシンナ中毒だったとか言って。定番だね。でもふがふが言うから何言ってるのかわからないんです。怖いね。それからもっとすごいのが。あ、ちょっとごめんなさい。もしもし？松尾です。どうもたびたびすいません。いいえ。あの、一つ気になったことがあって電話したんですけど。はい。今日休憩中のコーヒー代ってひょっとして水木さんが払いました？あ、はい。あー、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。いや、僕てっきりスタジオのどなたかが払ってくれたものとばっかり思っちゃって。いや、今電話したら誰も払ってないっていうからびっくりしちゃって。いや、いいんですよ。明日事務所の方に送金しますんで。いや、いいです。あの、本当にそんな300円くらい。いや本当。あの、今度ぜひ、じゃあ何かの機会にいただきますんで。怒らせてください。楽しみにしてます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。それでどこまで話しましたっけ？あの男の人のもっとすごい話。ああ、そうそう。あの人、ここだけの話、カツラなんです。だいぶ薄かったよね。ええ、そこが巧妙なんです。結構着てるヤバめのカツラを特注でいくつも用意してるんです。何でも若い頃から若ハゲのカツラかぶって、いざという時のために備えてたら、それが原因で群れてハゲちゃったんですって。なんかユーモラスだね。そういう人なんですよ。怖いね。いや、もっとすごい話があって、あの人ああ見えて。
We'll be right back.
ってあげるよ。シワをよ
かわいいね、マミミの部屋。マミミ？それ誰すか？あ、ごめん、ちょっと昔の知り合いに似てるもんだから。やだもう、私はマミコ、ナオタくんのクラスメイトのマミコっすよ。そうそうそうだった。でもなんか喋り方も似てるんだよな。ねえ、ナオタくん。はい。私たちもう高校生よね。はい。こうこうせい、プリーズ。こうこうせい、こうこうせい、こうこうせい。今日はね、いないんす。はい。パパもママも今日は帰ってこないっすよ。だから今夜この家は二人きり。そうっすか。それはすごいことっすね。あたし初めてなんすよ。恥ずかしいから脱ぐとこは見ないで。はい。こうこうせい。わっ、まずい。何？どうしたの？帰っちゃうんすか？いや、ちょっと猫に餌やらないと。私のこと好きじゃないんだ。あー、今頃後遺症が。一度かかるとかかりやすいアレルギーと同じかよ。いるんだ、他に好きな子。あー、いない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 。優しい嘘ほど人を傷つけるって本当っすね。違う、違うんだ。これはもっと物理的に突発的な障害によって、その。たっくん、もしかしたら初めて？今たっくんって言った？大丈夫。初めての時はうまくいかなくても、それはそれで甘酸っぱい思い出になったりもするもんだから。さっきたっくんって言ったよね。ね、任せて、私は上手なんすから。え、さっき初めてとか言わなかった？でもなんでおでこ押さえてるんすか？何隠してるんすか？いや、これは物理的に突発的な。似てるっす。ダメ、ダメだって。似てるっす。やだ、たっくんのデコから太くて変なのが。マサムネくんやマナメくんのとは全然違う。だから初めてって言ってなかった？クリメンバーによる大喜利を行います。進行は私、一番円楽師匠とキャラが被ってる春子がやらせていただきます。どこが被ってんのかしら。じゃあまず微妙に各々キャラクターを変えてご挨拶。おっす、オラナオタ。オラ強えやつと戦いて、強えやつと出会うとオラワクワクしてきちまうんだ。すごいことなんてない、当たり前のことしか起こらない。だったらオラがすごいことを起こしてやる。ヘイタ君よろしく。たっくんやり慣れないことして自我崩壊してないかな。じゃあ次、マミミだっちゃん。終わりかい。スとダチャ変えただけじゃん。まあいいか。じゃあ次、アマラオでございます。ん？何それ。アマラオでございます。あのサザエさんなんですけど。ございますって語尾上げないと、ただの丁寧な人だから。はい、最後、カモンでございます。かぶってんじゃん。ドシーン、椅子から転げ落ちてみたよ。いいっすね、かぶせるって楽だし美味しいんだよね。はい、では早速始めましょうっと。皆さんに座布団持ってきてくれるのはミュミュです。ポペポペン。あ、オッケーオッケー。じゃあ最初のお題はこれね、あたかも読書。今日はフリクリ幻の第7話をひねり出していただきましょう。はい、じゃあたっくんから。夏休み、僕らは恒例の臨海学校にやってきた。あ、ちょっとありえないな。やべ、バレちゃうよ。大きな声出すな。押すなってやばいって。うわー、よし、先生たちが。前途多難な臨海学校の始まりでした。はい。と、その時時空がねじれ、直太くんたちはタイムスリップしてしまったんす。
そこは戦国時代、合戦の真っ只中。歴史が我々に何をさせようというのかっす。はい。おいおい、大変なことになってんな。さあ、どうなる？なんとか現代に戻ったナオタたち。間は？ん？どうやって戻ったかとか、戦国時代の活躍とか。ああ、ちょっと難しいね。なんだよ、お役人的だな、お前。ナオマラオ。まあいいや、続けて。ナオタたちの臨海学校は続く。ここで下宿を経営している安井源氏さんについて触れてみたい。誰だそれは。カモンさん、なんとか閉めて。ナオタは隠して大人になった。あとにはただ波が寄せて返すだけ。終わりかい。へえ、ナオタくん大人になんのね。海行ってタイムスリップしてまた海戻って大人になってって。まあまとまってるといえばまとまってるか。はい、次のお題。毎回さ、たっくんの頭から変なもん出てくるよね。で、今日はこんなのが出てきたら嫌だなと思うものをあげてもらいたい。はい。はい、サメジ。トンチ。それは嫌だね。トンチ出されてもな。一休さんじゃんな。毎回難題トンチで解決されてもな。将軍様、ではまず屏風から虎を出してください。そんな感じか。これ嫌だね。はい、忘れてよ。ミュミュ、サメジに座布団一枚。ポペポペン。はい、アラビア国の魔人。何それ。絵の感じがディズニータッチなんです。あ、そりゃ確かに困りもんだね。はい、座布団持ってって。え、なんかおかしくない。はいはい、お父さん、直太くんの頭から出てきて嫌なもの。血。え、血。大量の血。それ怪我してんでしょ。病院行けっつう話だからね。現実にありうるからね、血が出るってことはね。なんか現実にありえない出てきて嫌なものないかね。シラミ。昔の小学生か。ロボットとか。あー、そりゃもう出てるし。わー、本当にまたさっくんの頭から出てきそう。ということで、フリクリ版大喜利この辺でお開き。ここが直太くんの部屋。男の子の部屋ってこんな感じなんだ。おい春子、ベッドの下覗くなよ。春子、それ誰？あ、ごめん、ちょっと昔の知り合いに似てるもんだから。やだ、もう私は春美。直太くんのクラスメートの春美よ。そうそう、そうだった。だけどセーラー服似合ってね。ねえ直太くん。はい。私たちもう高校生よね。来た来た来た。この段取りは省けないんだろうか。今日はね、いないの。はい？パパもママも今日は帰ってこないの。だから今夜この家は二人きり。はい。で、ここは俺の家だろ。私初めてなの。経験的に懐疑的。太郎くんももしかして初めて？今太郎くんって言った？そのおでこの絆創膏何？さっき太郎くんって言ったよね。取ってもいい？え？絆創膏取ってもいいよね。よくない。でも取るの。あー、俺帰る。あの猫に餌やらないと。ここあんたんちでしょ。絆創膏取るわよ。あ、ダメ。あ、ダメだって。ほんと噂通り、ガクヤマサシのとは全然違う。だから初めてって言わなかった？
何？向こうからなんか走ってくる。すごい勢いっす。なんだありゃ、犬か。ちょっと何あれ、こっち来んじゃない？うわ、あ、噛んだ。こら犬、犬か。話すっす。犬か。人を噛んではダメっすよ。あー痛そう。あ、100円ミッキー。大丈夫っすか？なんとかな。見してみやし。うわ、くっきり歯型ついてるし。どうする？病院行く？これくらいなんでもないさ。ほっときゃ自然に治る。へえ、アマラオさんって男っすね。違う違う、このバカただカッコつけてるだけだから。何とでも言うがいい。お前の知っている昔の僕と今の僕は違うんだ。あれ、またあそこ。え、また来るっす。すごい勢いっす。こっちに向かって、遠くから。何、今度は3匹うわ、よく噛まれんねあんた。ダメっすよ犬、この人はさっき噛まれたバカなんすから。ラッキー、こんなとこに500円玉落ちてんじゃん。血がいっぱい出てる。大丈夫っすか？全然大丈夫だと言ったら嘘になる。だが男なら傷つくたびに強くなってみせろ。僕は自分にそう言いたいね。かっこいい。マジでこの人かっこいいかも。意味もなく犬に噛まれてるバカが何そのセリフ。あーバカはやだやだ。うわ、うわ、喉は危ないっす。羊、この人の喉を噛んではいけないっす。今度は羊が。あー、羊くぜーなー、おい。お、なにこれ、小さくこぼしてた。千円札だよ、千円、千円。大丈夫？むしろちょうどいいじゃねえか。今夜のディナーは羊のステーキとしゃれ込もうぜ。羊のステーキって、だってあんた羊に噛まれるだけ噛まれただけで、あいつらもう逃げちゃってんじゃん。その強がりどうなの？病院行った方がいいっすよ。アマラオさんがいくら男らしい人でも、この怪我はひどすぎるっす。あ、向こうから来てくれた。よかった、助かりますよ。手当てなんて柄じゃねえ。だが今夜のところは医者とやらのお手並み拝見と行くとするか。男っす。いやもう何がなんだか。救急隊員の皆さん、お願いします。怪我人はこの人っす。何、大した怪我じゃないんだ。ただ出血量が多少。いた。なんで噛むのかわけわかんないっす。離せ、おバカ。なんだ、指をどうするつもり。おい、でー、おー、爪がどさくさに紛れて、あいつら爪折ってきやがった。痛えよ。さすがにもうカッコつけてる余裕もなくなったみてえだな。あ、500円ヒーロイ。ねえ、さっきからあんたさ、私がお金拾うたびに何書いてるわけ？いやいや、ちょっとしたグラフっすよ。あ、向こうからなんかおじいさんが。何か。どうせまたあれでしょ、こいつに噛みつきに来たんでしょ。おほほほほほ、誰だあんたは。わからんのか。お前さんのよく知ってるもんじゃよ。ふざけるな。僕はお前のことなんか知らん。この傷跡を見てもわからんかの。あ、このじいさんの傷跡、今日ここでこいつがいろんなやつに噛まれた場所と同じじゃん。ほんと？どういうことだ。貴様何者だ。察しはついとるじゃろ。わしはお前さんじゃよ。45年後のな。バカな。信じられんのも無理はない。じゃが、
事実は小説よりきなりじゃ。それガブ痛えものすごく痛えよ。ほう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 。あ、またお金。なんだ、100円玉かや。パンパカパーン、パン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 パカパーン。何、とうとう本格的に頭おかしくなった。ついにグラフが完成したっす。これです、見てください。縦軸がハルさんが拾ったお金の金額で、横軸は何回目にそのお金を拾ったかを表してるんですよ。最初ハルさんは100円拾いました。2回目は500円、3回目は1000円、次が500円で、で最後が100円。これを折れ線グラフにしてみたところ、ほらこの通り綺麗な山形になったっす。本当だ、確かに綺麗な山形になってる。山形だ、綺麗な山形のグラフだぞこいつは。バッチリ山形っす。山形すげえよ。よかったな、馬だお。山形、山形。隙間と耐えきれないような
確かにあるけれど、ああどんなに寂しくても誰も迎えに来ないよ。迷子の知らせアナウンスはかからない。ああ扉の Calling out.
もなく揺れてたら